ヨットゲームチャンネルへようこそ。ヨットと申します。ドラゴンクエストビルダーズ2スイッチ版、続きをやっていきます。はい、どうも寝癖雑技団です。ということでね、現在、周辺のねモンスターたちを寝癖のね箱舟にお誘いしてる途中でしたよね。はい、そしてこちらの方にいるね、あのシルバーデビル、なんだこれはって言ってるやつね。こいつのこの後ろの方になんか仲間がねなんかいるらしくて、この先は真っ暗でマシンで行くわけにはいかないみたいなね感じだったと思うんですよね。ではね、早速続きからやっていきましょう。オッケー、みんな徒歩で行くらしいからね。ちょ、降りろお前。お前が一番傘取ってんねんぞお前。マシン壊れたらどうするんだお前は。よし、じゃあな、お前の仲間をな連れてきてやるからな。うん、ここから東にあるのは光を通さない暗黒の空間だ。ダチがその闇に囚われちまってるのさ。確かあの乗り物は置いていくんだったな。ちょいと手間かもしれねえが、確かにその方が安全だろうよ。闇の中からダチを助け出してきてくれたら、お前の話考えてやらなくもないぜ。お前な、もう救ったろ助けたろって言ってるのにな、なぜ上から目線なんだあいつは。よし行くぞ。わっ、ちょっと待ってくれ。暗すぎるやろお前。いや、あまりにも暗すぎるやろ。ちょっと待てよ、松明とか持ってなかったっけ。松明、ろうそく、あーナイスです松明。ただ松明がこう有効なのかどうかまではわからないな。行くぞ。わっ、ただ自分の位置はわかるよね、周りは見えなくても。あれあれちゃうわ。みんな後ろからついてきてるから四角になって見えなくなってるだけだ。んどこだ、暗いよ。んちょちょ、わかるわかる。いや、ほんまさ、いやいや、ほんまやめて、やめてやめてやめて。いや、ほんまわからんくなんねん、わからんくなるから。あ、なんだ、曲がりくねってるんか。いや、あのマーカーに向けて歩いてるつもりなんだが、右上のね、ミニマップを見ると進んでないよ。何かに引っかかってるのか。行き着いた。話す。うお、あなた誰です。こんな闇の中で話しかけてくるなんて。世界はもうすぐ終わる。だから僕は自分の意志でこの闇の中に囚われたんです。なんだ、誰と喋ってるんだ。例のあいつのダチかい。闇の中は最初は怖いですが、慣れてしまえばこれほどいい場所はない。嫌なものは見ずに済むんです。ああ、僕の友達も早くここに来ればいいのに。え、僕の友達が外で待っているですって。仕方がないな、僕がもう一度外に出て闇の中に来るように説得してみます。闇の中から抜け出せなくなったら地図をよく見て来た道を戻るといいですよ。もう、いや、その友達何人。あ、オッケーなのね、一人なのね。オッケーオッケー。で、帰るぞ帰るぞ。よし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 。あ、抜けた抜けた。うわ、眩しい。本当に真っ暗だったね。何も見えなくてどうしようかと思っちゃった。そうだね、みんながね、せっかく松明持っててもね、みんなわら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 囲むからね、もう僕の居場所もわからなくなっちまったよ。誰か一人かけてないか、大丈夫か。友達を闇に誘うためなら、一時の光も我慢しましょう。さあ、案内してください。え、え、どういうこと、何を言うてんの。いや、もう出ましたよね、出ましたよね。ゲッハッハッハ、何を言うとんね。いや、出たでしょ、もういいんでしょ、これで話しかけて。おお、闇の中から俺のダチを連れてきてくれたんだな。どうして僕を助けてほしいだなんて頼んだんだい。闇の中にいれば辛いことも見ずに済むのに。バカ野郎、俺はまだ死にたくねえんだ。お前と見てえもんがあるんだよ。とりあえずこの人間が箱舟ってやつを作ってやがるらしいんだ。どうだよ、一緒に拝みに行かねえか。箱舟か、この世界にはもう見るべきものなんて何もないと思っていたけど。わかりました、では僕もお供しましょう。僕たちに箱舟とやらを見せてください。オッケー。うん、寝癖、これでこの辺りの魔物は全部みたい。一度箱舟まで帰ろう。そうだな、ここからだったらさっきのムキムキと戦った洞窟を通らないときっと帰れないね。さあ、地図を確認しながらみんなを箱舟に案内してあげよう。オッケーオッケー。ほんならですな、あ、マーカーついてるね。ここを通ってズーンと行って、で、あれだ。え、ここだっけ？破壊の精度。あ、ちょっと待ってよ。自分のキャンピングベースを忘れたぞ、場所が。まあいいか。多分案内してくれるだろう。いや、そうだね。気づけば遠くへ来たもんだってことでね。よし、お前ら帰るぞ。よいしょ。さあ、乗り込め。寝癖雑技団乗り込め。うわ、お前、もう乗れてへんからな、むしろ。いや、やばい。
オッケー、帰ってきたぜ。意外と近かったな。うん、これが箱舟でゲスか。もっと近くで見せてくれでゲス。今から行く言うてるよ、だから。勝手に車がね、ここまで帰ったらね、ガレージに戻るんだ。すげえマシンだろ、お前たち。よし、帰ったぞ、皆の衆。うわ、すっげえメンバー増えたね。は？拠点襲うモンスターだと？なんだと、皆の衆、ちょっと、加勢しろ、お前。こんな感じで敵攻めてくるんだ。箱舟がもう壊されたら終わりだぞ。いやいや、和気あいあいとしてる場合じゃ、和気あいあいとしてる場合じゃねえんだよ、どれが敵か分からない。ちょっと。いやー驚いたね。急に襲撃にあったからさ、びっくりしちまったよ。これが箱舟か。すごいぞ、寝癖。お前が橋を作った時から、俺様は、そうだね。そっからの記憶が全くないからね。うお、お主はキッシム。そうだよ、キッシムさん生きてたんだよ。おー、キラージー、グリム、お前たちも無事だったか。まさかキッシムが生きていたなんて、よかった。よかったぜ、グスン。妖術、やはり、そなたも来たか。はい、我々が壊せるものを壊し、破壊神様と友達だというビルダーに興味を惹かれたのです。どこで喋ってんの？どこで喋ってんの？うむ、幻は消え、我々も滅びる。そしていずれ、現実世界もな。しかし、私は寝癖に遭い、すべて滅びることが正しいのかわからなくなってしまったのだ。私も地獄様と同じです。我々も箱舟の一員となり、あなたが何をなすか見届けましょう。そうだね、今回は一気にメンバー増えたよね。さあ、こっからね、箱舟作りの第二段階が始まっていくんじゃないかな。よしよし、達成達成。ん？あ、地獄様かい？よくぞ箱舟に乗せる新たな魔物たちを連れてきてくれた。破壊の聖堂で素材も手に入れてきたのだな。あ、そういやね、いっぱいね、入ってたぞ。宝箱にいっぱい入ってたんだ。ここに来たからには、お前たちにも箱舟作りを手伝ってもらう。共に滅びの日から逃れるのだ。うげえ、箱舟のことは聞いていたが、作るなんて聞いてねえ。ハーゴン教団の俺たちがそんなことを。つべこべうるせえ。自分たちが助かるための箱舟なんだ。黙って協力しやがれ。どうしたのです、寝癖。何か言いたいことでも？あ、そうだ、寝癖は友達を助ける情報が欲しいんだ。破壊神様がどこにいるか知らない？ふむ、破壊神様にはハーゴン城でなら会えるかもしれませんね。ハーゴン城だと？ハーゴン様の城ならちょうどここから見えるあそこだな。何？いや、こんな近くになんかあったかい？何？どこかで見た建物だとは思っておったが、あれがハーゴン様の城だと。三神館でも知らんやないか。いつの間にあんな場所に浮かんでおったのだ。これも破壊神様のお力なのか。あそこには黒い渦もあるし、あの車が飛べでもしなきゃいけないな。どこにあんの、そこ。しかし、もし空を飛べても城の周りには強力な結界があります。簡単には近づけないでしょう。ようやく居場所が分かったけど、まだまだ問題がありそうだね。ほんなら、あれかな。お、お、どうした、キラージ。ピピピピ、寝癖。友達を助ける新たな情報を得たようじゃな。でも、ハーゴン城は空に浮かんでて、周りには結界まで張ってあるって。ちょ、見えんのこっから。どこ？いや、お前ら多すぎてわからへん。だから空中に浮かんでるんですか、それが。ほっほっほっ、安心せい。きっと超スーパーカーはまだまだ改造できる。そんな場所でもいつか行けるようになろう。それは僕のさじ加減だけどね。そんじゃあ、寝癖、その話は置いといて、箱舟の設計図の続きを書いてくれよ。うむ、仲間も増え、箱舟作りもはかどるであろう。あっと驚くような設計図を頼むぞい。仕方ねえな。どうじゃ、寝癖、設計図を書けそうか。今度はどこの部分を作る気じゃ。お、箱舟の外壁と箱舟の下の部分、船底を作りたい。それで箱舟はほとんど出来上がるとな。外壁はいいけどよ、船底ってのはどうやって作るんだ。箱舟は地面にくっついちまってんだぜ。カッカッカ、グリム、そんな時こそ俺様たちの出番じゃないか。箱舟の下の地面を壊せばいい。お、それいい考えだね。まずはみんなで船底を作る場所を用意しよう。お、なんか作業してくれてんのかな。おお、完全に宙に浮いてるような感じだね。カッカッカ、やったな。箱舟の下の地面を壊せたぞ。うん、
やはりみんな破壊となると仕事が早い。そうだね。ピピピピ、良いぞ良いぞ。船底を作る場所が確保できたようじゃな。では寝癖、箱舟の外壁と船底部分を作るための続きの設計図を書いてくれ。オッケー、じゃあね、うん、これでいこうか。いやごめん、全然見えへんけどね。まあ、あの船底の方らしいからね。うわ、続きの設計図が描けたんだね。おほほ、え、どういうこと。船底というよりは外壁じゃないのか。まあ、確かにね、そこにちょっとなんか足みたいなね、ものがあるようには見えるけれども、これはものすごい箱舟ができそうだね。船底の部分はよく見えないけど、カッカッカ、船底部分の設計図は当然船の下だ。よく見えなくても仕方あるまい。ピピピ、この設計図が組み上がれば箱舟も完成に近づきそうじゃの。ふっはっは、寝癖。実は我らで次なる設計図を組み立てるための準備を進めておいたのだ。お、なんだって地獄先生。おう、え、素材集めておいてくれたの。我らが集めておいたものをこの収納ロッカーに入れておくとしよう。あ、キラージーも、わしは皆と共にマシンの壁とアイアンの壁を作っておいたぞい。あ、ゴリムンも。オイラはみんなで破壊神様の抜け殻を集めておいたぜ。必要になったら取り出して使えよな。なんやねんその間は。その間はなんやねん。でもってオイラが親方として新入りどもを教育する現場は任せとけよな。寝癖は前と同じく収納ロッカーの中に足りない建材をじゃんじゃん入れてくれ。よし、箱舟の外壁と船底を仕上げるんだ。みんなやるぞ。オッケーオッケー。とりあえずね、必要なものはすべてね、ここと向こう側にもね、ボックスね置いてくれてあるから、こことね、うん、これで多分ね、全部アイテムは揃ってると思うんだよね。現在、あ、 70% までね完成しております。びっくりマーク出てるね。下の方に誰かいるんかな。下ってどうやって行くのこれ。どっか降りていくとことかあるのかい。それともこっちから回れということかな。あ、なるほど。この下の部分ね、ごそっとみんなね、さっき穴掘ってくれたからね。あ、妖術様かな。すいません。それにしても寝癖、奇妙な箱舟を設計したものですね。なんとも独創的で、まるで異世界の物体です。まさにここ異世界でしょ。キラーマシンから発想を得たのかもしれませんが、もしかしたら背中の本に秘密があるのでは。実はね、え、それは秘密ですって。なんと気になる言い方を。これはね、ダチの指導にも見せたことまだないんだ。まあそれはともかく、素材を禁断の錬成台で生成しているそうですが、あなただけやるのは大変ではないですか。いや別にそんなことないよ全然。部屋の中に特定のものを置き、禁断の錬成部屋を作ってくだされば、私たちだけでも素材を錬成できそうです。あ、そうなの。うふふふふ、そうですね。今箱舟の中にあるハーゴン教会を禁断の錬成部屋にしてしまいましょう。まず邪教の祭壇があるハーゴン教会の中に禁断の錬成台と収納ロッカーを置くのです。そこに邪教の松明と邪神の像を一つずつ、それと邪教の花柱を二つ置けば禁断の錬成部屋の完成ですよ。邪神の像はもうお持ちかもしれませんが、もしやあなたなら作れるのではないですか。邪神の像を作り出せんの。まさかひらめくとでも。なんとなんと、邪神の像を自ら作成する。オッケー、じゃあそれ作っていくか。それを作ることによって、あのね、錬成が僕以外の人にもできるようになるらしいから。よいしょよいしょ。多分ね、妖術が言ってたのはここの部分だと思うんだよね。ここの部分。オッケー、多分ね。この師匠の骨って言ってたけどね、あの、そうそうそう、師匠ね生きてたからね。あれちゃうわ、なんか違う骨だわ。おい、これこれ集まんの。お前もう邪魔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 、お前邪魔邪魔、まだ完成してないんだから。お前らも作業に戻りやがれ。よし、できたぞ。禁断の錬成部屋だ。お前ら集まりすぎるから。お前人口密度が半端ないでしょ。擦れた匂いがするでしょ。お前たちも騒ぐな騒ぐな。もう、うふふふふ、寝癖。禁断の錬成部屋を作ったのですね。すごいことなってるぞ。まさにモンスターハウスだって感じだぞ。あとは部屋にある収納ロッカーに赤い神様の抜け殻を入れてもらえれば、みんなで錬成してくれるんだね。ところで寝癖、改めて問いますが、
ビルダーのあなたが破壊神様と友達というのは一体どういうことなのです？なんと、理由はなくて友達になったら、たまたま破壊神だっただけ、ですって。まったく、あなたという人は。しかし、覚えておきなさい。破壊と創造は決して相入れぬもの。必ず決別の時が来ます。今まさに来てるんじゃないのかい。オーケーオーケー、とにかくね、作ったぞ。寝癖どこ見て言うとんねん、ここにいるから。ん？箱舟作り順調だね。まだ途中だけど、すごいものができそう。ケケケケ、オイラたち乗ってきたぜ。この調子でどんどん設計図を。お前、フラグ立てるからすぐなんか来るんちゃうか？ほら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 。うぎー、おいおい、なんだなんだこの揺れは。あの揺れは破壊神様のお力がより強力になっている証であろう。破壊神様は目覚められたばかり。この地を破壊しておられるのは滅びの日の前の準備運動なのでしょうね。ピピピ。赤い神様が完全に目覚められれば世界は終わるということか。そういえば寝癖、お前は破壊神様と友達なんだろ？破壊神様はどんなお方なんだ？いやー、なんというかね、もう。何？カボチャのマスクで踊ったり、荒くれと筋肉儀式をしたりだと？嘘をつけ、こんな恐ろしいことをする破壊神様がそんなにもお茶目なはずがない。いや、意外とあいつお茶目なんだよ。とにかく、滅びの日まであまり時間がないようじゃ。箱舟の完成を急ごう。寝癖よ。設計図完成に使う建材はちゃんと用意してくれておるか？あ、もう完璧だぞ。ていうか、敵が攻めてきたわけじゃないの？何の揺れなの、ほんなら。建材の素材になるのは各地にある破壊神様の抜け殻だ。禁断の錬成台で錬成し、素材にするのじゃぞ。破壊神様の抜け殻はいくつかの種類がある。欲しい素材が出るまで鑑定するがよい。よっしゃ、寝癖。引き続き、箱舟作りを進めていこうぜ。オッケーオッケー。お、なんだ、地獄様。素材も集まり、箱舟作りは順調に進んでおるが、滅びの日の前に急ぎ完成させねばならん。いや、同じこと何回も言うのやめて。そこでだ、寝癖。そろそろこの辺りでビルダーの鐘を鳴らしてはくれんか。あ、地獄様気づいちゃった？実はね、もうベルを鳴らせるぐらいね、あのビルダーハートが溜まってるんだ。鐘を鳴らせば魔物たちがさらに集まり、みんなのものづくり力も上がる。赤舟の完成が一気に近づくであろう。みんなの願いを聞きながら、ものづくりのかけらを集めるのだ。そして、ビルダーの鐘を鳴らしてくれ。オッケー。おお、なに、もうやったら集まってくるやん。え、はい。ケケケ、寝癖。ここまで箱舟ができたのは、オイラが親方だったおかげだよな。いや、まあ、確かにね、それもあるけどね。けどよ、ものづくりってやつは腹が減る。どうも、食欲までビルドしちまうみてえだ。そこでな、お前には食い物をビルドできるように魔物キッチンを作ってもらいてんだ。部屋の中に魔物飯マウンテン皿と聞いたことがないぞ、そんなもん。収納ロッカー、レンガキッチンを置いて魔物のキッチンを作ってくれ。魔物飯マウンテン皿の素材になる、メガ盛り魔物飯はうごめくつると腐った肉、苦きのこで作れるぜ。素材がどこにあるかわからなかったらもう一度オイラに話しかけてくれよな。そうそう、部屋は箱舟の中に作ってくれよ。出航した後も料理ができるようにな。お、ひらめくぞ。例の厄介。来たね。魔物飯、マウンテン皿。魔物たちが美味しく食べる大皿料理。あ、サブクエストというかね、そういうもんかな。あ、ちょっと待って、キッシュ待って。そのややこしいとこ入ってくるのやめて。寝癖、箱舟は着々と完成に向かっておるな。なぜだか俺様も鼻が高いぞ。それはなぜだろうね。ところで、箱舟というからには、魔物だけでなく、植物も乗せてみてはどうだ？ちょっと待って、箱舟と植物どうつながるんだ？こう見えて俺様は、園芸ってやつが大好きでな。箱舟の中に怪しい植物園を作ってくれんか。怪しい植物園があれば、料理の素材も手に入れられる。植物で心も洗われていいことずくめだ。あなたたちモンスターもね、そういう、なんていうの、盆栽したりとかするのかい？部屋の中に収納ロッカー一つ、奇妙な花四つ、奇妙な大花を二つ置いて、怪しい植物園を作ってくれ。あ、そうそう、部屋に置いてもらう浮遊植物は確か箱舟の外の岩場にあった気がするぜ。あ、植物園とキッチン作ってってことか。オッケーオッケー。まあここがね、なんていうのかな、まあ錬金プラスちょっとキッチンみたいなことになってるからね。そしてね、ちょこちょこ敵来るんだ。オッケーオッケー。みんなのね、願いもね、聞いてあげてね、最高の箱舟を作っていこうじゃないか。オッケー、できたね。ちょっと気持ち悪いけどね。集まりすぎんねん、もう。で、キッシムどこ？キッシム、お前キッシムがこれ作ってって言ってたんだよ。キッシムどこ？あ、来た。うお、怪しい植物園を完成させてくれたのか。
こいつは癒される。癒されますこれ。それにしてもあの時お前をぶった切らなくて本当に良かったぜ。俺様たちの種族は剣を持っているせいかすぐに首を切り落としたくなっちまうんだ。何？前にも船の中で骸骨の船長に首を切られそうになった。あ、そうそう、僕のね、初代師匠だ。カッカッカ、そりゃすまん。俺様からそいつの代わりに謝っておこう。思えばメタッツやグリム、そしてキラー G にまた会えたのも全部お前のおかげだ。寝癖、改めて礼を言う。お前と破壊神様の再会に俺様も全力で手を貸すぜ。オッケーオッケー。これでね、一つ、キッシムのね、願いを叶えたことになったな。ビルダーハートもね、大量にね、落としてくれるけど、そんな高いとこ拾いに行けへんからな、もう。よっしゃ、次はじゃあ、キッチン作りかな。オッケーオッケー。魔物キッチンができたぜ。ほら、すごいね、すごいね。ちょっと待って、もう。けけけ、魔物キッチンが完成したんだな。めちゃめちゃいい感じだぜ。これで、オイラたちも料理ができる。お前の分も収納ロッカーに入れておくから、よかったら食ってくれよな。あ、なんだと？グリム親方兼お前、コックもやってくれるのかい？けけけ、寝癖。それにしてもお前は本当に面白い。っていうか、頭のおかしいやつだよな。ぶっ殺すぞ。破壊を信じるハーゴン教団の聖地で、人間のビルダーであるお前が中心になって物を作ってやがる。おっと、そうだった、そうだった。破壊神様はお前の友達だったな。けけけ、寝癖。お前と破壊神様は絶対また会える。おいら、お前たちの再会を応援してるぜ。オッケーオッケー。はい。とにかく、ここにね、ちょっと、魔物のね、これキッチンをちょっと作ってあげたのと、もともとね、二つこれね、部屋作るように、両サイドにね、部屋作ってくれてたんだよね。ただ、何かね、この先、箱舟を作っていく上で、ここの部屋ね、使うようになるんであれば、ちょっと撤去しようかなと思うんですけれども、とにかくね、イベントを発生させるために、まあね、使わせてもらいましたね。オッケーオッケー。ちょっとビルダーハウスとか持って、そうそう。ほら。ベルをね、鳴らせるようになったからね、お二方のちょっとね、願いを叶えてあげたついでにね、さらに、ビルドレベル上げていきましょうよ。街は今、砂漠の中、あの鐘を鳴らすのは、あなた。よーし。あ、ビルドレベル2でマックスなんだ。お、なんかガーゴイルどもが来たぞ。新しい仲間がやってきた。お、さらにひらめくぞ。寝癖はたくさんのレシピをひらめいた。まあ、たくさんというかね、ちょっとプラス4つひらめいたぐらいだね。そうそう、火事ハンドルがね、必要だったからね、このタイミングでできるんだ。うわ、ビルダーの鐘を鳴らしてくれたんだね。みんなのものづくり力が上がったみたい。火事ハンドルか。そいつで船を操縦しようってわけだな。そうそう、これだけなかったんだよな。鐘の音に導かれて、新しい魔物たちも来てくれたみたい。これであのみんなも箱舟に乗せてあげられるね。そうだね。空飛べるんであればね、あまり乗せるという、まあいいか。うん。では寝癖、早速新しく来た魔物たちと話してくるがよい。よし、お前たちも乗りてえんだろな。妙な鐘の音が聞こえてフラッと来てみたら、一体全体何なんだこれは。グゲ？ビルダー？箱舟作り？なんということだ、今すぐ破壊してやる。よいよい、お前ら、もうそういうのはいいんだって。お前、もう俺たちも何回もそれやってきたから。お前ん、こっちは大詰めってとこなんだよ。ちゃっちゃと仲間になってさっさと仕事しろ。だがキー、だがもヘチマもマンドラゴラもねえんだよ。いいからとっとと支度しな。20秒で支度しな。寝癖は破壊神様の友達なのじゃ。協力しなければ罰が当たるぞ。わかったよ。だったら俺たちも協力しよう。これからよろしく頼むぜ。あ、オッケー。ちょっとベビル、この上にいる2匹、上にいる2匹、お前もともと仲間やったやつじゃないの？これほら、手前にもいるけど。よし、何にせよ仲間が増えたみてえだな。そして、ついに、最後の1ピース。そう、99% なんだよね、99%。火事ハンドルだけなかったんだよ、この船には。船って言うからには、やっぱ火事が必要になってくる、これだな。火事ハンドルだ。できたね、火事ハンドル。これを、まあ、自ら僕が置いてあげてもいいんだけどね。そうだ、とどめは僕が刺してあげようか。どこに必要なんだい？ああ、そうか、やはりそこのコックピット部分だな。
よし、最後俺が完成させてやろう。やはり俺は船長だからね、この箱舟。よし、ではここに舵を置いて、この箱舟は完成だ。できたぜ。で、誰かリアクション取ってくれ。おい、誰かリアクションを取ってくれよ。よいしょ。おい、地獄様、寝癖、よくぞビルダーの鐘を鳴らしてくれた。これで箱舟作りも進もうぞ。いや、だから完成したんだよ今。どうやら破壊神様のお力も強まっておるようだ。破壊は創造の対極にあるもの。この地にものづくりの力が生まれたことで破壊神様のお力が高まったのでしょう。うん、そうか。ではハーゴン様はそのために現実世界からビルダーを呼び寄せたわけか。これは三神官の一人たるアデンとも話し合いたいところですね。ん？アデントな？おい、あんたたち、神官だがなんだか知らねえが、こっちは魔物手が足りねえんだ。議論はいいから仕事に戻るよな。うん、さあ寝癖、みんなで一緒に箱舟の二つ目の設計図を仕上げちまおうぜ。お前の目も節穴か。お前今完成したんだよ。ん？うげげ、なんだこの気配は。え、気配だと？え、なに急に何なんだ。あ、キラー G、 まさかキラー G やるのか今ここで。よし、今回はな、ここでね、動画を切ろうと思ったんだがな、みんながね、もう、やる気が満ち満ちているからな、バトルだろ、どうせ、お前、頭の上にお前、剣マークが出ちゃってるじゃないか、サクッと倒してやろう、こんだけ仲間がいたらね、もう、少々の敵ぐらいお前、サクッと倒せるんじゃないか。ピピピピピ、警告、警告、魔物の気配、検知、魔物の気配、検知。寝癖、どうやら、黒き魔物たちがここに迫っておるようじゃ。俺の経験値の肥やしになりたがってるんじゃないか。ここまで作り上げた箱舟を壊されるわけにはいかん。戦いの準備は良いか。オッケー、サクッとやってやろうぜ。うむ、ではわしもオンボロボディをなんとか動かして敵を迎え撃つことにしよう。お前が壊れてもな、すぐにね、あのなんとかいうパーツをお前すぐ変えてやるからな、安心しろ。わしはもう追い先短い。いつ壊れるかわからぬが、命が続く限りお主と共に戦うぞい。なぜそんな死亡フラグを並べるんだ。よし、行くぞ野郎ども。ん、どこだ。あ、でっかいトロールみたいなやつらだね。オッケーオッケー。お、魔法使めるぞ。気をつけろ。よし、俺はこのロングレンジのやつらをね、まず葬ってやろう。オッケーオッケー。お、いいぞいいぞいいぞ。あ、お前なかなかいいじゃないか。え、結構攻撃力は高いからな、お前ムキムキおじさん。いいぞいいぞいいぞ。どっちのムキムキが強いか、どっちの筋肉が美しいか、筋肉バトルだ。お、いいぞいいぞいいぞ。いけいけいけ、みんなサクサク倒すんだもん、このやつら。おお、なんだなんだなんだ。次はでっかい木が出てきたな。助けてくれとか言ってるぞ。やられそうなやつをね、一旦引くんだ。あぶな、そうやろう。ちょっと待って、今一瞬乗るって出なかった。乗る。あ、なんとスライムライドできるんだ。よしよし、いいぞいいぞ。攻撃だ攻撃。これあれかな、メタッツにも乗れるんかな。ちょっと一旦降りてメタッツライドできるかい。メタッツライドはできない。あぶな危ない危ない。その辺のスライムには乗れるみたいだ。そういやね、あの監獄島でスライムに乗ったことあるからさ、スライムの乗り方を僕は覚えていたんだ。よし、行くぞ。スライムアタック。ほらほらほら。僕が楽しいだけ。うん、よし、よくやったみんな。楽勝だったぜ、このスライムのおかげでな。やった。黒い魔物たちを倒せたね。僕たち破壊から箱舟を守れたんだ。いや、俺はね、一度メタッツに乗ってみたいんだがね。うむ。今まで我々は破壊してばかりだったが、大切なものを守るというのも悪くない。守ったり作ったりする方が壊すよりも難しいようですね。しかしそれもいいものだ。まさかハーゴン教団の我々がこんな考えに至るとはな。よし、これを機に我々は破壊と縁を切る。破壊は悪、ものづくりこそ正しき道だ。心底お前考え方変わってるじゃないか。私も同感です。ものづくり万歳、ビルダー万歳。あれ、どうしたの寝癖。みんなこんなにものづくりを褒めているのに不満でもあるの。いや、じゃあそろそろちょっと尺取りすぎてるんじゃねえかなと思ってな。今回の動画の尺のことを考えてたら胸がキュッとなったんだよ。まあよかろう、黒い魔物どもは追い払えたのじゃ。箱舟作りを進めるとしようぞ。いや、中も出来上がってるから。はい、ということで今回は箱舟作りの第2段階をね、完成させることができました。途中でね、あちらのようなキッチンとかね、植物園もね作りました。
話の流れ的におそらく、三神官のね最後の一人をね探しに行くんじゃないかな。そしてこの箱舟を完全にね完成させるというそんな流れにねなってきそうですよね。はい、今回はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、面白ければ高評価よろしくお願いいたします。そしてよろしければ次回の動画もぜひご覧くださいませ。 ありがとうございました。よっとでした。